はい、どうもアティです。フォールガイズいよいよシーズン4、3月22日に始まりました。皆さんやってますでしょうか。ということで、自分もレベル見てもらえば分かると思うんですけど、ちょっとはやってます。で、今回もショーがいっぱい増えてるんですよね。これは最近出たのかな、多分 Twitch でなんか大会があったみたいですね。ちょっと全部選んでメインショー以外にしようか。でもメインショーも入れようか。で、適当にやっていきましょう。この4041年っていうのが今回シーズン4の新ラウンドを全部遊べるやつです。難しいっすね、シーズン4のゲームは。なんか順応性がない年になってきたのかもしんないけど、ちょっとね、なかなか一筋縄じゃいかないゲームが多くて正直大変です。それでもファイナルに行ったりとかはできるんですけど、新しいゲームでね、いろいろその辺はまたクリアしてたりしてなかったりするやつをプレイ動画としてはあげると思うので見ていただければなと思います。ということで、ちょっとなかなかメイン賞以外のマッチングがしないからなのかダメだったんで、アメリカ東部のサーバーでやりました。スクワット賞が選択されてますね。スクワット賞っていうのは今回のシーズン4から始まったモードで、ランダムですね。パーティー組んでればそのパーティーが優先されると思うんですけど、4人で1チームっていう状態を作って、こういうレース系とかだと多分通過順位に応じてチームにポイントが入って、でその合計ポイントで上位何チームまでが通過っていうシステムですね。ということで、まずはツンドラダッシュです。これはシーズン3から実装されたレース系のゲームですね。上に出てますね。クリアしてポイントを稼げ、早くゴールした方がポイントが多い。でこの上にね、ちょっとあのガイズの顔のマーク出てる、これがチームメイトになる。なかなかいいんじゃないでしょうか。前の方に3人いますね。ここは下を降りて、いい感じ、いい感じ。いいっすね。安全に行こう。チームジョージはもう安全に行く。掴んでくる。36ポイント。まだチームメイト誰もクリアしてない。頑張って、この人が行ったかな。おち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 、おい落ちないでくれ。どうなんだろう。行った行った行った。3位になった、3位になった。ほんとね、これもちろんこの力も大事なんですけど、やっぱ4人揃っていい順位取らないとなかなか厳しいんで。ちょっと何してんの。飛んでいけるでしょ。よしよしよし。4位か。大丈夫じゃない？もうこの人だけだもんね。4位なら大丈夫そうっすね。いけました。40人でマッチングしてるんで、10チームあります。ポリテンスクワットから、6スクワットになりました。次が上位4チームとかになるのかな。いや、チーム、ヒヤヒヤロード、いいっすね。いや、こういう昔のっていうとあれやけどさ、シーズン1からあるようなゲーム出てくるとやっぱ自分はね強いんですよ。やっぱシーズン1シーズン2ぐらいが一番やってたんでね。
それはでもなかなか、ただね、一人はギャンブルに行ってもいいかもしれないですよね。ほう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 。なるほど。こういう感じね。オッケーオッケー。あ、これもう出来上がったんじゃない？あー、やばいな。だいぶ後ろになっちゃう。あ、バカ！ふざけんな、お前！なんで道分かってねえんだよ。いや、際どい。際どい、際どい。どうなん？ 2 ポイント。 ああ、よかった。チームメイトに救われた気がする。トップ3がクリアだもんね。いやー、ありがたい。助かったわ。絞り込みがえげつねえな。で、多分この後、チーム戦？ 4 対4対4のチーム戦になって、そう。ああ、だからね、これアメリカサーバー、申し訳ないくなっちゃうな。まあ、俺ができるのは掴むことだけですね。ボールをね、飛ばすみたいなのがね、多分こういう他のサーバー選んでるとね、ダメだと思うんですよね。いつもダメなんで。そんな。黄色側にちょっと赤が、よしよしよし。赤をね、赤をとにかくへこませないと。よし、行ったー。結構貢献できた方な気がする。なんかラグでやっちゃうのも少し修正できてた気がするね。さあ、これで決勝なんですよ。一回動画で上げたやつだと、まあ決勝ホールボールだったんですよね。めっちゃホールボールだと相当きついんですけど、もっときつい。これはシーズン4から初めて入ったバスケットホールっていう、まあ、バスケです。もうボールもバスケだしね。で、金色のボールがたまに出てくるのかな。それを入れるとポイントが5点だと思います。いつもボール6個ぐらいあるんですけど、今回4人なんで3個しかないですね。こうやって味方のフォローをするっていうのがすごい大事な気がするよ。はい、1点入った。OKOKOK。 いや、いいっすね。味方すごいいいよ。
うそうそうそう、頑張って頑張って、あーボールがうまくいかんくなってんね。たんじゃない、お金ボール入れた、イエーイ逆転、もうちょい素晴らしい、これはいい状況じゃないの、割と。あー負けてる、1点負けてる、マジか、うわぁ、やられた。金入れたけど3点ぐらいだったかな。5点は入んなかったね。そっかぁ。いや、しょうがないね。まぁ、あ、シーズン1とか、お、ツイッチライバル。1とか2でやったようなゲームはまぁ、あ、うん。面白ければとか、早、ね、なんか1位通過とかできたらかな。これもね、こう道中の障害物とかがちょっと変わってたりして、あーあーもうちょっとやっちゃったよ、まあ、このリスポンのやつに当たるやつなんとかして、あー金通りたかったのよ、くそー、いてお前もうじお前に巻き込まれたわ、はい、あーやばいな、やばくない、なんかこれこれあのうまくいかない時の流れで来てますね。よいしょ。あ、あとシルバー。あとシルバーだけど別にいいや。ブロンズ2つでいいや。俺は、チェンジズ！よし。なんだろうね。これってやっぱ年齢的なもんなんだろうなって思うことにしてるんですけど、実際どうなんでしょう。応用力じゃないと思う。だからこの初見に弱いみたいなのがねやっぱあるんすよね。今スライムクライム出てたじゃないですか、上の方にファン、あのファンもね俺最初わけわかんなくて、その後行ってる人たちのを見たらそりゃ行けるようになるんだけど、えこれどうやったらいけんだろうって一人でやってるときはマジでちょっと最初、あこれはもう終わったかもしれんなって思ったもんね、はい、まあそんなこんな言いながら順当に戦闘グループで走っております。一体だって危ねえな、はいはい、まあここはそうですね、これでショートカット、よいしょよいしょよいしょ、おお早いな、あれアモンガスのあれか、でこれがねそう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 、こうなっちゃうから戻っていったところにこうやっていくといけるって、はいチーだね、あ落ちていった、このアモンガスとのコラボのねスキンいいっすね、やっぱいや僕はあのスイッチの方でねアモンガス結構好きでやるんですけど、でねもうすぐ小学生なのかな、子供も結構やってまして、このアモンガでフォールガイズも好きなんでね、アモンガスコラボスキンということでめちゃくちゃ上がってましたけど、まあ残念ながらね
母親の方にダメだよってお金のやつはダメだよって言われてましたけど、まあ、ね、正直ガイズとあのアモンガーズのあいつらはフォルム一緒なんでね、あれにお金かけて買う価値があるかって言うとちょっとって思ったけど、まあまあまあ買うのは全然ね個人の自由なんでいいと思います。僕らはちょっと買えなそうですっていうところですね。はい、順当にスライムクライム突破して14人クリアしてたね。でブルブル登山ですよと。はい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 、いやまあまあこれもねシーズン3から入ってて実質のゲームだということで、ああちょっとこっちゃって、まあまあまあ、あもうこれは全然、これはもう全然いけるよ、こうやってね、まあ、もう順番でいいんですよ。ここは最後にこういけて、でこれももうもうね人数的に余裕あるから安牌でいきましょう。うい着地、はい2位でした。まあ、こんで9まで減ったらファイナルじゃないかな。はい、さあこんでファイナルが何になるか。パチパチアイス、このツイッチライバルズでやったじゃん、ほとんどシーズン3のゲームだったな。まあ、次はしねツイッチライバルズを選択肢から消すんでメイン消化は4041年になります。はい、ってことでシーズン3から入った新しいファイナルのパチパチアイス、まあ止まるな危険を凝縮させたような感じですかね。ね3枚重ねかな、3枚重ねの氷の板、3段階で割れていく氷の床か、氷の床をうまく渡り歩いていって最後の一人になったら優勝というやつです。で多分時間で終わることもあるんだと思います。ただそれを可能にするにはある程度やっぱ人数が減っていることが条件なのかな、このファイナルの時点で。例えばスライムクライムとか、あと雪玉サバイバルとか、あとこのシーズン4で入ったホバーボードヒーローズとか、まああとブロックパーティーもそうだね。あの辺で極端に、あパーフェクトマッチもか、まあ、まあまあいいや、そういうなんかあの脱落人数に制限がない競技で極端に人数が減ってしまった時に可能になるってやつですかね。通常あまり5、6人以下でねファイナルやることになるのも今だとあんまないと思うんで。あー危ない、さあ見ての通り、3戦目3回目ツイッチライバルズ先ほど選ばれたのを消したんで、今回は4041年の賞ということで、シーズン4で追加された競技のみとなります。はい、ということで最初はロールオン、まあ語彙力ねえなっていうのはありますし、まあいいとしてね、あのロールアウトのああいうロールする床を使って、レース系のゴールを目指すゲームということですね。まあ、横回転縦回転するこのロールをね飛び移りながら、あホイールか、これホイールだったのあそう、まあホイールではないでしょう。まあいいや、まあまあまあバームクーヘンかと思ってたよずっと。なんかねポップな
ね、色合いだとホイールには見えんかったな。さてさて、まあこんなちょっとごめんなさいね、何も考えないで直進してるようなんですけど、これ一応考えて進んでるんで、はい、何も考えてなくてもトップに立てるよっていう動画ではないです、これは。まあ立ててるんですけど、立ててるんですけど、そんな、ちょっと待って、やばいやばいやばい、何にもせずに、何にも苦労せずにトップでゴールしてしまう。ジャンプダイブ。はい、1位。何にもなかったね。本当は、ちょっとこういう途中にいる人のリンク、結構ね、こうやって端っこの方に寄せられていくと次のジャンプが難しかったり、たまにこうね、隙間が結構空いちゃってる部分とかもあるんで、こういうところに当たったりするとね、ただまあチェックポイントが結構3つ4つセクションごとに置いてあるんで、結構強気に攻めてもいいんじゃないかな。まあ通過だけをね目指すんであれば、通過人数との兼ね合いでちょっと慎重に行くっていうのも大事になってくるかなと思います。はい、2戦目はショートサーキット。この辺もね、単発のプレイ動画なんかそのうち、まあ、うん、キンキンで上がってるんじゃないかなと思うんですけど、まあもう見たまんまです。こういうね、様々なギミックを抜けていってっていうコースを2周するで早いもん勝ちっていうやつですね。これはね、何回かやってて一番今自分の中で難しいって思う。とにかくね、進めないんですよね。これで今上から抜けてってんの見えてると思うんですけど、上からね抜けれちゃえば早いんですけど、やっぱね、そこに登ろうとする人殺到するんで、なかなかね、抜けれないんですよ。あ、バカ。よいしょ。もちろん、よしよし。まだいけるかな。で、次はここ。なんか、重力が辛いとこと、こうやって無重力になってるとことあります。で、あ、バカ。はい、今度2周目。よいしょよいしょ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、結構順調だよ。おー、早い早い。おー、あー、マジか。よいしょ。いや、でももう全然楽勝でしょ。ああ、よかったよかったよかった。はい、6位でした。はい、お、これ俺も初めてやる今。3戦目パワートリップチーム戦です。誰かがライブ配信してるのは見たことある。R2 でバッテリーを掴んで、だから、打ち合わないスプラトゥーンみたいなイメージかな。色塗り対決なんで、うん。勝手にスプラトゥーンみたいなもんかなって、スプラトゥーンやったことないけど思ってます。このバッテリーを持って、あ、パクパクパク。持って、塗ればいいのよね。塗りムラのな鳴き声。もうあんまり。
こうやってに掴まれたら離せばいいと思ってます、個人的には。あ、ここも黄色に塗られちゃってね。そうはいかんぞ。あ、この2枚塗りできたら効率いいね。よーし、いけたー。結構貢献できたんじゃないかな。さあ、ビッグショット、大砲から、これも初めて、大砲から飛んでくるオブジェクトを避けてスライムに落ちるな。はあ、やっていきましょう。大砲は、うわ、でこれシーソーか。大砲は3つ。え、大丈夫じゃないこんなの。ちょっと、なんとも言えんけど。え、ねえ、落ちないと思うんだけど、そんなことないの。え、落ちなくないこんなの。おお。あ、当たったけど、大丈夫だった。え、え、落ちなくないっすか。おお、危ね。あー、だからこれたまたま食らいまくったら行くかもね。いやでもでもな、なかなか、いやこれはしょっぱいゲームだと思うわ。おっと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 、結構固めたね。はいはいはい、もういいんじゃない？もういいんじゃない？ちょっと長くない？ちょっと長いと思うよ。もういいと思うよ。あ、二人落ちてる。あ、あと一人か。いや、まあでも落ちねえよな、これは。どうせちょっと傾いたらね、周りが動くから、自分一人動かなくてもそんなにねえ、いけるよね。これはこれはちょっとぬるゲーだと思う。あんま絵的にもな、微妙だなあれ。でもまあ、とりあえず9人になったからこれファイナルかな。でファイナルは多分4041年関係ない、シーズン4関係ないのが出てくる。出てこない。バスケ挟むの。え、だって9人じゃん。ちょ、またこれなあ青が5人でしょ。黄色4人だと思うんすよ。いや俺は青だからいいですけど、まあでもこうなるとあれか、ファイナル5人になるのか。さてどうなるか。ロールオフです。最初にロールオンで始まってロールオフで締めるという。これもシーズン3から入ったファイナルですね。ロールアウトを使ってファイナルを作ったって感じ。回転がだんだん速くなるのと、この落ちたら終わりのスライムがだんだん上に上がってくるっていうのが特徴です。最後の一人に残れれば優勝ということですね。あ、クラウン欲しいな。アメリカ勢のロールオフってどうなんですかね。結構やっぱね、まあ、ラグがないからなのかもしれないけど、ラグがないからこそなのか、やっぱ日本サーバーじゃねえか、あれ韓国サーバーなんだっけ。自動でやると、ロールオフね、なかなか、もう2人落ちてる。ロールオフなかなか勝てないんですよ。ほんと、最後もうね、ギリギリのところまで競り上がってきても、みんななんか、うまーくね、映るんすよね。
ただまあ今んとこは全然まあ問題ないですね。ただこの人たちは残りそうな感じあるね。慣れてる感あるもんな、やっぱポジション取りにな。まあでもね、ロールオフは正直最初やっぱねちょっと慣れてくるのに時間かかると思うんですけど、あの残ってる人たちにねついてってれば、この残り3人ぐらいまでは残れると思うんですよね。上手い人に乗っかる、あの引きずり下ろすことはあんま考えない方がいいっすね。それよりも自分が生き残るために上手い人の真似をする、これだと思います。いやーもう結構狭いね、結構狭いよ。もうおいおいおい、危ねえ危ねえ、あいつに引っ張られそうだった。いったー、やったー、勝ったー。いやいやいや、うん、無事に。いや結構もらえたんじゃない？おお、おお先駆です。じゃない。あと8個であれがもらえんだね。はい。ということでまあメイン賞はね別にやんなくていいと思うんで。今回スクワット賞、それからティッチライバルズ、まあティッチライバルズはもう消えちゃうのかな。と4041年の賞という3つのやつをプレイしてみました。ねやっぱ感想としてシーズン4のゲーム難しいんですよ。とっても面白い。フォールガイズはいい方にどんどん進化してってると思います。なのでまたねこうやって時間ができたら実況もするし、ちょこちょこねあのプレイ動画の方は上げていったりしようかなと思うので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。